私と目が合うと不幸になるって言ってる子たちがいて。おお、かっけー。え、それってきっと魔眼だよ。すごいね、西村さん。あ、魔眼？世界の境界を覗くのに必要な能力だよ。実は呪いは能力の副作用で魔眼の本質じゃないんだ。そんなにかっこいいものじゃないよ。単にみんな笑ってるだけだよ。私のギョロッとしていて冷たくて不気味なこの目を。わかるわかる。え、すごく綺麗だもんね、西村さんの。大きくてクールで不思議なその目は。そんな。僕だってほら、西村さんと一緒にいるときはたくさん笑ってるでしょ。楽しすぎて自然と笑顔になっちゃうんだ。その綺麗な目もかっこいいからずっと見つめていたくなっちゃうし。